どうもこんにちは、新米クッキングのひかです。今日作る料理はですね、どういったかな、レンジでしっとり簡単ゆだれ鶏っていうのを作っていきたいと思います。クラッシュで、美味しそうな料理が見つけましたので、こちらの料理を作っていきたいと思います。では調理開始です。はい、まず最初に長ネギを切っていきたいと思います。タレ作りに使う長ネギですね。最初に長ネギと小足の間に長ネギを挟んでください。そしてからのカットしていきます。斜め切り、今度は裏返してからのこちらもこう切ったらこうでひっくり返してから切ります。ちょっと難しいですね。これで、OK、こういう風になりましたら、あとはこれをみじん切りにしていきます。そうするとみじん切りが、簡単にできますので、こちらを切っていきたいと思います。はい、これでできました。じゃあこれをボウルとかに取っておきます。これはソースに使うやつですので、取っておきます。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、続きましてもも肉ですね。メインとなるもも肉ですね。もも肉じゃなくて胸肉ですね。失礼しました。胸肉です。まず最初に皮を剥がします。よいしょ、手ですぐ取れるので、皮を剥がしましたら、火が通りやすいようにフォークでゴシ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 ゴサ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 させていきます。こんな感じですね。裏面もゴサ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 、恨みを込めてる、いや違うね。よし、こんな感じでしょう。そしたらこっからですね、耐熱ボウルに、ボウルかこう容器に入れまして、砂糖大さじ1入れます。じゃあ、そして料理酒、酒ですね、大さじ1入れます。柔らかくするためです。で、これで馴染ましてからの、こんなもんでいいかな。よし、これで600ワット、レンジで600ワット3分間
やチンしていきます。片面3分裏面3分やっていきます。火が通りやすい通すためです。はい、あ、ラップするのも忘れずにお願いします。これで3分間ですね。はい、3分経ちました。片面ですね。まずゆっくり開けます。熱いので、ね、気をつけてくださいね。このようにちょっと見えますかね、半生になってますので、これを裏返してから、裏返してからまたラップをしてからの3分レンジでチンしていきたいと思います。はい、その間にタレ作りですね、ソース作りですね。先ほど、みじん切りにした長ネギを長ネギの中に、砂糖を大さじ1、酢大さじ1、醤油大さじ1、ラー油ですね、辛味をつけて大さじ1、結構辛くなりますよ。はい、大さじ1かき混ぜてからのソース作りですね。これソースですね、うん、簡単です。あ、ごめんなさい、ニンニク入れるの忘れた。小さじ1ぐらいですね、ニンニク小さじ1ぐらいですね。1個で OK。 はい、3分経ちました。両面、片面3分裏面3分経ちました。火はもう通ってますね。裏面も見てみましょう。火通ってますね。火通ってなかった場合はまた1分ぐらい追加してください。はい、じゃあこれを肉を出します。はい、今度は肉をカットしていきたいと思います。熱いですので気をつけてください。熱い。美味しそうな感じで切りましょうね。斜めに、熱いな、ここ斜めに、はい、あとは先ほど作ったソースをかけてこれに完成です。なんて簡単なんでしょう。こんなもんでいいかな。はい、完成です。よだれ鶏のチキンです。クラシルで見た。はい、はい、実食していきたいと思います。はい、出来上がりました。こちらです。じゃじゃん、見えますかね。見えないね、ぼやけてます。さあ、どんな味するか食べていきたいと思います。じゃじゃん、ピリ辛ですね。
甘ピリ辛っていうんですかね。うん。うまい。これ胸肉使ってますけど、ささみの肉でもいいと思います。うん。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではバイバイです。ご視聴ありがとうございました。